時事進歩は、かつて存在した、日本の日刊新聞である。1882年3月1日、福沢諭吉の手により創刊された。その後、慶應義塾大学及びその出身者が、全面協力して運営した。戦前の後大新聞の一つである。創刊にあたって、我が日本国の独立を重んじて、必成の目的、ただ、国権の一点にあると宣言した。 1936年に廃刊になり、東京日日新聞に合併された。現在も会社組織としては存続している。当初の福沢諭吉の計画では、政府の伊藤博文や井上薫の要請を受けて、政府系新聞を作る予定だった。しかし、1881年の明治14年の政変により大熊破官僚が失脚してしまったので、 その計画は頓挫してしまった。結局、慶應義塾の出版局は、その時、すでに記者や印刷機会を準備していたため、慶應独自で新聞を発行することになった。それが時事新報である。創刊時の時事新報は、紙面を第5部に分け、日本の新聞で初めて漫画を掲載したり、 料理のレシピを載せるなど、当時の新聞としては、非常に画期的な紙面構成であった。時事新報の論調は、国際情勢に関するものが多かった。明治10年代になって、国権論に目覚めた福沢幸吉は、時事古語と及び時事新報の社説で、国権論的主張を展開し、社説には、朝鮮に関する論説や中国に関わる。 様々な形の東洋政略を論じた者が多かった。この国権論を、水戸藩出身で、慶応同僧の高橋義夫、渡辺治、伊坂直美石川官名が紙面で引き継ぎ、水戸中学系の松木直樹が協力した。条約改正問題や大阪事件、朝鮮問題が起こると、時事新報は対外強硬論を紙面で主張した。 1885年1月18日、上野公園全国有志大運動会と称する大井健太郎の一派と、聴衆3000人余りが、市中行進をし、自事新報社前では、同社万歳を連呼し、同志と反対の論調を唱えた、長野新聞社前では、危うく、同社を焼き打ちしそうな気配となり、警官の出動でわずかに事なきを得る騒ぎとなった。自治新報は、 総幹事より、国権校調、不偏不当を掲げ、平明で、経済を重視する紙面が正当集の強かった、当時の新聞から見れば新鮮に映ったのか、わずか1500部余りだった。当初の発行部数は2年後には5000部余りまで増加した。1896年、時事新報は、ロイター通信社と独占契約を締結し、1921年の パリ講和会議やワシントン軍縮会議では伊藤正則特派員が世界的スクープを獲得し世間から大きな注目を集めた。時事新報は大正中期には日本一の時事新報と呼ばれるようになり東京日日新聞、放置新聞、国民新聞、東京朝日新聞と並ぶ東京五大新聞の一つとなった。また、1905年には大阪へ進出している。 明治の末には、新聞業界の代表二人を選ぶとき、一人は、時事新報から、他の一人は抽選で決めるというほど時事新報の、業界での地位は高かった。しかしその後、大正関東地震による被災で、時事新報の業績は悪化し、部数も減少した。大正後期から昭和前期にかけて、東京エリアでの新聞シェアは、放置新聞、東京日日新聞、 東京朝日新聞の三社が上位を占めるようになり、それを時事新報と国民新聞の2社が追いかける形になった。また、万長報以下の小さな諸新聞は、無数の競争から脱落していった。1934年1月17日から、武藤山地社長の企画発案の新シリーズ、万長会を暴くが、時事新報の紙面で新しく始まった。それは、当時、 日本にはびこる財界の不正を求断する特集記事であり、その刺激的な記事は各界で大きな反響を呼んだ。やがて、それは定人事件まで引き起こし、それまで赤字に陥っていた時事新報の業績は黒字に転換し、部数も大きく伸びた。しかし、武藤山次社長が傍観に射殺されてしまい、このシリーズは終了した。そして、 時事新報の前途にはますます暗雲が立ち込めることになった。この後、慶応義塾出身者で、東京日日新聞の高石慎五郎に、経営支援の話が来るが、この時の東京日日新聞は、経営が厳しい時期でもあり、高石は、その経営に多忙であったのでこれを誇示する。代わりに、東京日日新聞の社外役員であり、大阪で、勇敢大阪新聞、 日本工業新聞を発行していた前田久義を推挙する。こうして、1935年11月、前田久義が専務となって、時事新報の経営に参加することになった。しかし、前田の大阪的経営手法と、慶応罰が多い会社の体質が相反し、一時好転していた時事新報の業績は再び悪化へと転じる。 高石慎五郎は責任を取る形で、1936年12月25日、時事新報を東京日日新聞に合同した。なお、東京日日新聞は1943年1月1日、大阪毎日新聞と大事を統一して、毎日新聞となるが、それまでの約7年間、当日紙面の大事の下に、時事新報合同の文字があった。 1945年 GHQ 占領下で日本新聞連盟などの用紙割り当て機能が10月26日に停止されたが、改組後の新聞及び出版用紙割り当て委員会が用紙の割り当てを認可したことから発行に至った。1946年1月1日、戦前の自事新報で主筆を務めていた板倉拓造、日本工業新聞改め、 産業経済新聞を率いていた前田久義らの手により、時事新報が再び復刊された。しかし、この復刊直後、戦時中の論人を理由に前田久義が公職追放に遭い、前田は時事新報社と産業経済新聞社の経営から一時退くことになった。復刊当初、新興紙ブームの自由で名門復活と謳われた時事新報は、 業績は堅調だったが、やがて既存死の巻き返しにより再び業績が低下していった。1950年、産業経済新聞の全国史家を目指して、東京に乗り込んだ前田久義が板倉拓造の公認となり、時事新報の経営にあたることとなった。この時より産経と兄弟関係となり、1955年産経と合同となった。 東京で発行していた産経は産経時事と解題した。その後、産経時事は大阪本社版と大事を合わせて、現在の産経新聞となるが、1969年にカタカナの大事を導入するまでは産経新聞と縦書きされた大事の下に時事新報合同の文字があった。現在も時事新報の第号並びに著作権など一切に関する権利は、 産業経済新聞社が保有している。ありがとうございます。